はい、どうも、パチモス協会でございます。というわけで、今回もラストオブアスパート2の方やっていきたいと思います。今回と、今回でこのチャプターと次のチャプターの方は、戦闘がないので、もうパパッと、進めていきたいなと思います。まあ、コインと異物のあたりを回収していきたいと思います。まずはこちらですね。はい。カリフォルニア州のコイン。はい、ゲットいたしました。カリフォルニア州。はい。馬乗ってんな。で、前に行ってますけども、一人喋れる人がいますね。一人だけやったかな、この人だけやったかな。まあ、とにかく喋れる人もちょこちょこいるとは思うんですけど。読み終わった。もうちょっと。あと一週間待って。今ラストでいいとこなんだよね。一週間だよ。ありがとう。はい。アビーが本貸してるんですかね。まあ、戻って、ちょっと喋れる人探してもいいかもしれませんが、もうサクッと行きます。今回非常にムービーとかも多いんで、長くなっちゃいますんでね。はい。登録を。ご苦労様。任務あるか？ないけど、アイザックに会いに行って。二人とも？ええ。というわけで、いよいよアイザック。人がいるな。様子が変だね。アイザックを探すぞ。先にメルの様子見に行こう。知らない奴ばっかだ。お前は知らないということですね。で、行くのもいいんですけど、まあその前にこちらの方にコインがございます。はい、取りましょう。ニューメキシコのコインですね。はい、足向いていきましょう。で、ここ、そこ作業台があり、ここで、いろいろとあります。話せることもね、できますね。無敵のお前らもついに救助されたって。そうだよ、初めてね。結構ね、素材が置いてあるので、しっかり取っておきましょう。はい、もらっていこう。こんなもんかな。こっちは入れないね。こんなもんかね。全部取った？一応もらえるもんはもらっておきましょう。作業台で長く作るなら作ってもいいと思います。あ、ここにもあったな。はい。まあ、とりあえず進めていっちゃいましょう。アビー、ちょっと来て。呼ばれました。何？奇襲されたって？どこだった？ああ、確か、この辺。倉庫の近く。くそ。また警戒網を突破されてる。ねえ、アイザックはどこ？さっきまでここにいたけど。そう、どうも。探してみる。はい。アイザック、どんなやつなんでしょうね。はい。先生、かなりひどいんだろう。まだマシな方ね。じっとして。マルボスの女の人なんやな。お前の応急処置が良かったんだろう。傷口消毒したのか。できる限りね。正直大丈夫。全然おかしいな、おかしいなと思った。痛み止めが効いてるし。平気だ。休んでて。手はどうだ。手のひら打たれた人ですね。前回ね。三本ありゃ。もうけもだろ。大丈夫だって。おい。指吹っ飛んだのかな。大丈夫。あ、指なくなってそうな気がするね。三本しかないかな。じゃあ進めていきましょう。本当あっという間のことだった。不幸中の幸い。ああ噂をすれば。ノラもいますね。来てくれたの。具合はどうだ。数針縫えば完全復活。あんたたちも少しは休めって言ってやってよ。ほらメル、休んでて。了解了解。ちょっとした力仕事あるんだけど、二人とも来てくれない？いいよ。じっとしてろ。わかった、休んでおく。ノラ、お前はちゃんと休めたのか。私はこれから西の病院に向かう。物資を回収しろって。ねえメルは平気なの？赤ん坊のバイタルが少し不安定だけど心配ない。まあよかったね。応援に伝えなきゃ。そばにいたいだろうし。だね。見せたいものがあるんだ。なんだよ。ついてきて。ひどい。死体だらけですね。これ全部味方？うん。
まだまだ増えるだろうね。ネルには秘密だよ。いい。ノラ。とりあえず今はね。来て。来てます。それ中身誰？嘘だろ。何かよ。オーウェンと出てた人ですね。オーウェンは。そうね。数日前報告があったんだ。マリーナの近くでスカーを見たって。ダニーとオーウェンが総統に向かって。今朝フェンスのそばで倒れてるダニーが見つかった。腹撃たれたってのに歩いて戻ってきたんだ。ピンチェスカーズイホステブーダ。アイザックが死ぬ間際に話したらしいけど、今のところあっちに部隊は派遣されていない。じゃあオーウェンは？アイザックはなんて？聞こうとしたさ。でもアイザックに睨みつけられて口止めされたんだ。だからあんたたちも黙ってて。オーウェンのことだ。心配ないだろう。アイザックはどこ？黙ってるから。アイザックなら確か部屋にいるって。私はメルの様子見てくるから後で連絡して。うん。はい。オーウェンと一緒に行ってたやつ死んでましたね。ノラに行ってないだけじゃねえのか。だといいけど。じゃあ行きましょう。アイザックいる？中にいる。入れ。どうも。おい、マニーじゃねえか。よう、元気か。ゲームしてくか。残念。ボスと面会。さすが大物。はい、ここにもコインがあります。サウスキャロライナ州ですね。まだな。はい。トランプしてますね。欠けてるんでしょうね。あ、ここに異物があります、そして。はい。危なかった。スルースとか言った。アイザック3日かかりましたが、ついに74から情報が引き出せました。奴が本当のことを言っているなら、南の海岸が一番狙い目です。地図に印をつけて部屋に置いときました。なるべく早く、近郊？近郊じゃないかな。確認させるべきです。まだ何か隠してそうなので、もう数日尋問を続けてみようと思います。ポスター軍曹と。だそうですね。で、ここのところはですね、こう、捕虜が、このように、囚われております。こいつらに、今朝の仕返ししてやりたい気分。大賛成。おそらくこの方々はスカーですね。血が。掃除してますね。殺されたかな。流れていってる。怯えてますね。拷問されてるんですね、多分ね。尋問という名の。大変なこった。ユアビ。アイザクは？そこにいるよ。ああ。長くなりそう。お前らが来たら呼べって。来な。尋問中ですね、アイザック。ボス、アビーとマニーです。うわ、裸にされてる？ペンチ持ってるな。
こいつがアイザックか。ナイフか。はい、ボス。上に行くぞ。こいつも行かれてそうやな。小競り合いに巻き込まれたそうだな。こっちは死人ゼロ、怪我人が出ただけです。向こうはひどいざまだ。いつもそうだといいんだが。基地が賑やかですね。明日になれば他の部隊も到着する。何する気です。このまま小競り合いを続けるわけにはいかん。ってことはつまり休戦って手もある。だがどちらかのクズがバカな真似をして破綻するのも時間の問題だ。ならば根絶やしにする。相当作戦ですか。みんな集まって全員で。でも前に島を奇襲した時は。今回は総力戦だ。数日後に嵐が来る。それに乗じて進行するぞ。お前たちが先陣を切れ。隊員を選んで準備を始めろ。大江はいつ戻る予定です。ノラが喋ったのか。ソルトレイク組の間で隠し事はなしか。無事なんですか。知る限りはな。ならなぜ捜索隊を出さないんです。ダニーを撃ったんだぞ。しかもスカーを守るためにな。ありえない。なんだと。応援らしくない。誤解です。ダニーが死ぬ間際に俺に嘘をついたってのか。ボス、噂が広まれば、オーウェンは終わりだ。もし誰かに見つかれば、あいつは半殺しにされて。だったらおしゃべりは慎むんだな。探しに行きます。私があいつを連れ帰って。ダメだ。でも数日で嵐が来る。ダメだ。チャンスは一度きりしかない。何より重要な作戦だ。当然オーウェンよりもな。ヤツが戻ってきたならチャンスをやってもいい。真相を突き止めよう。お前が必要だな。はいはい、分かってます。よし、作戦を確認して隊を編成しろ。何か食ってこい。また後でな。スカーのためにダニーを殺すなんてありえねえだろ。なんだよ。ダメだアビー、行くな。朝には戻るからうまくごまかしといて。お前大目玉食らうぞ。作戦が終わるまで処分はされないけど、どうやってオーウェンを見つけるつもりだ。居場所ならわかる。観覧車アクアリウムね。やめてよ。3年前後でぶっ殺す。なんだよ。ちょっと本気でやめてってば。はいはい、お前もこっちでこの景色堪能しろよ。ほんと綺麗。ほらせっかくここまで来たのに
この最後の2段が登れないっていうのか。そう、だってここまででいいって言ったし。うん、そんじゃこうしようぜ。今からちゃんとこっちに来て、ここに座る。それか子供用の席で俺と景色を眺める。訓練に遅れちゃう。マジで一晩くらいサボったって平気だろ。ダメ。交渉の余地は。もう遅いし。あ、そう、わかった。ちょっとやめてよ、落ちたら危ないでしょ。落ち着けってば。俺もうこんな生活耐えられないよ。オーウェン、飛び込むなら別れるから。いい、愛してるよ。ちょっとオーウェン。飛び降りましたね。アビーも細いね、この頃は。五輪みたいになってませんね。アビー高所恐怖症なんでね、どうすっかって感じですけど、まあ飛び込むしかないです。アビー、こっちだってば、バーカ。お前まさか飛び込んだのか。溺れたと思って。助けに来てくれたのか。違う、溺れてんのを見たかったの。なあ、すっげえもん見つけたんだ。何？気になるか、なら俺と一緒に来いよ。まだこの頃は付き合ってましたね、3年前は。おれおれおれ、戻らなきゃ。戻るって、俺見せたらな。ごめん。大丈夫だって、行き場のないファイアフライを追い出したりしないだろ。そんなの分かんないでしょ。いいからついてこいって。息吸って。応援どこ行った。応援はどこに行ったんだ。あれ、見失った。あいつ、どこ行きやがった。あたいを置いて、ここかな。違うね。やべやべ。あれ、オエンどこ行ったんだ。わかんねえなぁ。多分ヒントが出ます。上がれんのかな。上がれねえな。でも正しくしかねえか。あいつ、俺速攻潜ったのに、入試になっちゃったな。どこだ？え？こんなに見つかんない？あれはどうかな？よしよし、出た。ほんとに、見失ったわ。あ、やっぱここでよかったんか。あ、ここじゃなかった、これ見つけた。くそ、やられちまったわ、まんまと。あ、待ってる、これずっと潜ってたんかな。応援だいぶ潜ってたな。ここ何なの。さあな。奥行ってみる。乗り気やビいきなり見失ったもんな。ここすごいぞ。ほら、ここはあれだろ、魚の動物園。はいはい。はいはい。これ見ろよ。この前アザラシ見てさ、斑点模様のやつ。
アザラシは茶色一色でしょ。それはアシカ。はいはい、知ったかぶり。本当に見たんだって、この目でな。だそうですよ。おい、こっちよ、ウフフフフフみたいな感じかな。ねえ、手伝って。まだ腕細いもんな、アビー。いいぞ。ここ何なの？まあ、劇場みたいなもんだろう。魚見るための。いい、ふふふふ。スイン。船じゃないの。子供の洋服、家族がいたんだ。この絵見ろよ。今どこにいるんだろう。ウルフに入ったとか、それかスカーに殺されたか。お前ほんとネクラ。そう、もう行きますか。ああ、行かないの。もうよっとはいいや。いいだろ、いいよいいよ。続きするか。行こうぜ。他のとこ行ってみない？もちろん。もちろん。じゃあ進めていきますか。もうちょっとしたね、デートです。オーエンとの思い出をね、思い出すところ。あれ通れるか？持ち上げて。うん。今ならアビーが持ち上げそうやな、体型的に。ほら、ああ、反対から開けられへん。おい、お前すごいな。昨日85キロ持ち上げた。嘘つけ。ガチやろ、多分。今だこの150キロぐらい持ち上げてそうやな。軽く見て回ったら。すぐ戻る。うわ、何これ。すげえ、大発見。クジラですね。分厚いガラスだな。床が水槽になってるんだ。魚めっちゃいるやん。ここに大勢の人がいたんだろ。子供たちが走り回ってさ、夢みたいだろ。何かがあるわけでもないんだかな。さあ、ここは俺がもらい、俺のもの。椅子に座ってる。あげない。それ本気？隣に座ればいいや。お前の態度見てから決める。ほんとあんた最低。かわいげない。はい、まあ、というわけでね、入れてくれないんで。これヨットの家族かな。多分そうだろうな。閉まってる。ワックスのうち閉まってんで。あれ、オーエンどこ行った。あ、いるやん。クジラ見てるね。そしたらこちらに行きましょう。
おそらくこっちだったと思うんだけどな。規則破りの道連れにして。破る価値あるだろ。帰ったら大目玉食らうかもしれないのに。気に入ったくせに。気に入ったくせに。うるさい。じゃあ感謝の言葉をどうぞ。オーウェン、素敵な場所にエスコートしてくれてありがとうとかさ。考えとく。かわいいや。アビー、この頃のアビーかわいいやん。ちょっと嘘。これって船長さんかな。うわ。はい。父さん、ワックス連れてくよ。こんな朽ちかけた建物に石を閉じ込めておくわけにはいかない。そんなことしたらマックスが父さんみたいに弱い人間になってしまう。母さんが兵士に殺された時、父さんはただそこに突っ立っていた。北米者みたいに、そんな人を手本にしろって、なぜ怒って母さんがやられた以上にあいつらを痛めつけなかったんだ。僕はマックスに、人は望みを手に入れるために立ち上がるものだということを知ってほしい。立派な人間というのはどういうものかをね。この世界は厳しいことで溢れている。それを変えられるかどうかは自分たち次第だ。弱き時こそ真の力を見出せる。いつか戻ってくる日が来るかもしれない。その時はその馬鹿げた椅子からようやく立ち上がった父さんに会えることを祈ってるよ。ということで、もう下にマーク書いてますね、スカーのね。ここね、ほら、下に書いてある。やべえ。子供がスカーに入っちゃったんだ。そんな感じだね。マジかよ。うん。ま、ラッキーなことに、鍵は見つけた。信じらんない。信じらんない。骸骨なんだし必要ないだろう。お父さん立たずに終わったんだね。なんでスカーなんかに入りたがるのか理解できない。どうして？だってあいつらかなりイカれてるし。隔離地域の中でファイアフライはなんて言われてた？テロリストだぞ。私たちはあんな狂信的じゃなかった。検問を爆破して兵士を殺してただろ。奴らとは違う。そうだけどさ。それ口が裂けてもスタジアムで言わないでよ。はいはい。意外にスカーの子供容認派なんですね。応援は。鍵試してみる。だな。これは外れ。それじゃあ当たり。うわ、時間かけて書いたんだろうな。マックスの部屋ですからね。海に囲まれる感動体験、感動体験だっけ？感動体験ね。下に行くつもりじゃないよね。平気だって。応援。そんなとこに絵描いてるマックス。本当に。最後ね。とにかく下見るなよ。見とるがな。平気だよ。はいと。おい、ここ見ろよ。この子に会ってみたいな。でもめっちゃ絵描いてるや。もうスカーだね。もおい、やめろよ、それ最悪。いい取り手だな、マックス。かなりの腕前だ。すっげえ。おい、来いよ。子供からしたら楽しいかもしんねえな、こんな広い空間自分で使えんの。すごいだろ。最高の場所やん。アザラシいる。あ、ゴマアザラシ。ほらな、反転あるっつったろ。はいはい。
を開いた。嫌だった。違うの。これのせい。デブは無理って。全然デブじゃねえじゃん。なんだよ。ごめん、私。謝るなよ。どうしたんだ。手がかりがないことは理解してる。でもジョエルはまだ生きてるんだよ。そうだな。じゃあどうしたい。もう帰ろう。訓練間に合うかも。先行けよ。あら、この辺からすれ違い出したんかな。うん、もう少しアザラシと遊んでく。本当にごめん。だから言っただろう。謝んなよ。切ない背中やな、おえん。オーウェンがいなかったら。それはない。見つかる前に屋上から降りるぞ。考え直せよ。無理。何があったか分かんないし、探しに行かなきゃ。なあ、マジでダニー殺したなら。あんなクズ、私が撃ち殺したかったくらいだよ。おい、アビー。はい、というわけで今回はこの辺にしたいと思います。次回からアビーちゃん水族館へ向かう旅でございます。というわけでパテモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。